time disappears when you find that you feel shown up.こんにちは。ここからは下田奈々がお送りします。この時間は湘南のあらゆるものを私が実際に体験してその魅力をお伝えしていく番組です。フィール湘南、この時間は三菱自動車の提供、神奈川シープロジェクトの協力でお送りします。今日もフォトグラファーの佐野まどかさんと一緒にお届けしていきたいと思います。佐野さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日は4月25日から5月6日まで開催されていた逗子海岸映画祭に行ってきましたので、そちらの様子をお伝えしたいと思います。逗子海岸映画祭実行委員の瀬木さんと丸さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、私今日初めてこの逗子海岸映画祭というのに訪れたんですけれども、こちらはどういったコンセプトになっているんでしょうか。まあ、母体となっているのがシネマアミーゴであったりシネマキャラバンだったりあるんですけれど、そこはまあ地球と遊ぼうみたいな、プレイウィズザアースというコンセプトでやってるんですよ。なので逗子海岸だと海、このビーチ、砂浜を使ったアクティビティだったり、そこで何かができるっていうことをやってるような形ですかね。それはいつ頃、なんかどんな風にして始まったんですか。元々は、シネマアミーゴが立ち上がってこれも一緒に始めたんですよ。でそもそもは最初に、60年70年ぐらい前ですかね、逗子海岸で実際に野外で映画が上映されてたという話を、地元の、はい、おじいさんおばあさんとかからお話を伺いまして、そういったことを、まあ、みんな子供を持ち出したので、そういう子供たちにも見てもらいたいなっていうようなところからそもそも始めた気がします。はい、そのシネマアミーゴというものは映画のお店、コミュニティシネマっていう枠になるのか。まあ、映画館なんだけどお茶も飲めるしご飯も食べれるっていうような場所ですね。ちなみにどんなスケジュールになっているんですか。初日はポルトガル映画をアマリア、2日目インドの映画でバルフィーで、昨日一昨日とバックトゥザフューチャーパート2、ゴーストバスターズなど流しました。なんかそれぞれの日でこうなんかテーマ、コンセプトテーマを持って、はい、今日はインドの日だからインドの映画を流そうとか、あと今日はポルトガルの日だからポルトガルの映画を流そうとか、今日はミュージックデーだからじゃあヒップホップの映画をかけようとか、そういう風に。じゃあ期間中もそれぞれなんかいろいろなテーマがあって、 そうですね、それに合わせてっていう感じなんですね。はい、なんかご飯屋さんとかもいっぱいありますけど、どんなお店があるんでしょうか。いろいろやってまして、今日は、予約制のレストランを一番海側の、はい、席でやってまして、後藤しおりさんという日本料理の最近人気の料理家さん、彼女にコース料理をやってもらったり、今日は水井さんのおいちいちというね、すごく美味しいお惣菜屋さんが特別に出していただいているんで、すごく楽しみにしています。あと全部会場が私たちスタッフの手作りなんですよ。業者は入れてないんですよ一切。今年は嵐でいろいろテントが吹き飛んだり、1回建てたテントとカウンターを全部ばらしてなんとか避難させたりとか、まあ、そういうストーリーも込みで楽しんでいただけると。じゃあこれを作り上げるために本当にいろんな人の見えないところでの、そうですね、もう血と汗と涙が詰まった映画祭なんですね。はい、今後この逗子海岸映画祭っていうものはなんかどのように発展していくとかってイメージってあったりしますか。ここはここで僕たちの一つの基地になっているんで、ここをベースにじゃあ例えば次はポルトガルに行こうとか次はインドに行こうとか、そういう形で発展していけるのが一番僕たちとしては理想なんですけれども、そういった意味では2年前にシネマキャラバンの活動でバスクに行ってるんですよ。バスクのサンセバスチャン国際映画祭っていう映画祭でもこういう野外劇場を出しまして、
やったんですよ、あっちのスペインの広場でも。その時あっちで手伝ってくれていたスタッフとかもつながってて、いまだに今回その設営からスペインからわざわざ来てもらって設営までしてくれてるスペイン人がいたりするんですよ。でそういうつながりとつながりがやっぱ地方に行ったりとかして、また野外劇場を作るとその地元の人とつながったりするじゃないですか。そういうつながりとつながりをどんどん強くしていきたいというか、そのつながりをもっと成長させていきたいっていうことを、結構今年のテーマとしては割とグローというテーマを設けているので、そういったことをやっていきたいなとは思ってます。ちょっとこの後も引き続き楽しませていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。フィオショナン、あの逗子海岸映画祭のブース、はい、手作りなんですね。すっごい綺麗だしね、うん、なんかあのテント型のブースとか、うんうん、オレンジ色の豆電球とか、ね、もうなんかレトロな、そう、すごいファンタジーだった。海の音と一緒にね、なんかそのブース自体が映画の中に迷い込んだような、ね、そんな雰囲気でしたよね。雰囲気でしたね。でなんかまあいろんなブースがあったんですけれども、はい、その中でも今年から始まった、はい、お買い物が楽しめるバザールっていうものができてまして、うん、はい、でそこのホワイトサンドサロンを出展されている方がなんとあの以前志保さんと一緒にインタビューさせていただいた、はい、市川舞子さんがやられていまして、うん、はい、でその舞子さんに特別にお話を伺ってきましたので、そちらをお聞きください。 Feel Shona。 バザールの中でホワイトサンドサロンを出展されている市川舞子さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの市川さんは、はい、今回初出展されたということなんでしょうか。はい、あの誰もが初出店というか、あのバザール自体が今回初めての試みなんですよね。あのこういったなんかいろんなものをお買い物できるスペースっていうのは今までなくて、今回映画祭が6回目なんですけれども初めてやることになってるみたいです。はい、はい、このホワイトサンドサロンではどんなものが売られているんですか。はい、私はあのオーガニックコスメとか、あとは少し小物類と一緒にあのマッサージだったり耳つぼセラピーだったりとか、いいですね、あのそう、あの女の人が喜ぶようなそういうことを一緒にやってます。なんかこう女性に向けたものをいろいろやられているということなんですけれども、はい、その市川さんは今回出展されるのは初めてということですが、この逗子海岸映画祭自体にはこれまでにも参加されたことってあるんですか。はい、お家も近いので、はい、あの一なんていうんですか、来場者として、はい、来たことがあります。私今日初めて来たんですけれども、はい、どんな風にして楽しまれていましたか。でも、うちも子供が小さいので、はい、やっぱり昼間来ると海で遊んで楽しいし、また夜は夜であの本当に日没 も景色がいいし、夜は夜でちょっと大人が楽しむ感じというか、ちょっとなんかねビール飲んだりしながら、きっとあのライトアップとかもされて雰囲気も変わってくるってことですよね。全然違います。あのメリーゴーランドも電気がついて、そう、なんかメリーゴーランドがあってびっくりしたんですけど、そうなんですよ。3頭馬が3頭だけど、本当に小ぶりなメリーゴーランドで背景に海が見えてすごい、うん、もう最高のロケーション。後ろにあの江ノ島までこう海がバーッと見えて、本当に最高のロケーションなんです。あとご飯とかお酒なんかもたくさんそう、本当にご飯がすごい美味しくって、あの日替わりで映画祭自体がこう日替わりでね、テーマが今日は何とかの日って決まって、それに合わせたご飯が出てるんですけど、本当に葉山とか鎌倉寿司の美味しいご飯屋さんがもうなんか総動員していて、毎日美味しいものが食べれる感じです。はい、じゃあちょっと私もこの後ご飯を食べに行き、舞子さんのお店にもお邪魔したいと思います。はい、ぜひ、ありがとうございます。お待ちしてます。フィオショナン、ちょうど私たちが行った時は夕方のサンセットの時期で、時間帯がもうすごく
いい時期だったじゃないですか。いいですね、こうだんだんと変わりゆく、ね、だからこうバザールの中に入るとお店の奥にこう夕焼けが見えて、ホワイトサンドサロンではオーガニックコスメが売ってましたけど、他にもキャンドルとか観葉植物とかアクセサリーとかいろいろあって、うん、ちょっと買い物しすぎそうになりました、ね、すごい素敵でしたね。素敵な、なんか本当にそれこそバザールっていう名前の通り市場っていう感じでした ね、 はい。Feel Shona。逗子海岸映画祭行ってきました。いや、あの以前にこの辺りの海岸であのウィンドサーフィンなんかをやったことがあったんですけれども、その時にはなかったこの別世界のブースが出来上がっていて、でそのブースも手作りで作られているんですけれども、そこに本当に小さいお子さんからお母さん、それから私と同じぐらいの同世代の20代の方とか、本当に幅広い年代の方たちがたくさんいらっしゃってて、で、まあ、映画を見るっていう時に、まあ、普通家だったり映画館だと思うんですけど、それをこの開放的な海岸のすぐ横で見られるっていう、その感覚がもう今までにないもので、でしかもこう地面にみんなでこうシートを引いて映画を見るんですけど、それがこうなんかこうみんなと距離が近いというか、周りの知らない人たちも一緒になって一つの映画を見てるっていう、そういったなんかみんなが一つになってるっていうものを感じることができました。なんかいろいろメリーゴーランドのブースがあったり、あのボルダリングのデザインの壁があったり、でレストランもいろいろ海鮮のものからラーメンだったり、本当にいろいろあって、こう映画だけではなくそれ以外の要素も全て含めて物語になっている素敵なイベントでした。楽しかったです。Feel Shonan。 来年はぜひプライベートで行ってみたいなって思いました。で皆さんもぜひ足を運んでみてください。ということで、逗子海岸映画祭の体験でした。来週の湘南イベント情報です。6月14日に大磯小遊戯海岸で大磯白キス投げ釣り大会が開催されます。昭和24年に日本で初めて開催された白キスの投げ釣り大会です。大会上位者には数多くの商品が用意されているそうなので、ふるってご参加ください。で佐野さん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。でそれでは来週も湘南の魅力をお伝えしていきますので、お楽しみに。フィール湘南。この時間は三菱自動車の提供、神奈川 C プロジェクトの協力でお送りしました。